プロトン協約電子移動は電子とプロトンの移動が競争的に起こる化学反応のことである。この言葉はもともとプロトン1個と電子1個が競争的に反応することを表す用語だったが、現在は定義が拡張され類似するプロセスすべてを表す用語となっている。1個の電子と1個のプロトンの移動が関わる反応はしばしば競争的プロトン電子移動あるいは 英語の頭文字をとって CP と呼ばれる。プスットではプロトンと電子が互いに別の軌道から異なる軌道へと同時に移動する。この反応は競争的一時反応である。CP は電子とプロトンが連続的に移動する多段階反応と比べて別の反応である。プスットは水素化や脱水素化などの酸化還元反応で多く見られる。 反応機構であると考えられている。例えば光合成における水の酸化や酸素の還元における窒素固定など細胞呼吸における多くの経路でこの機構で反応が起こっていると考えられている。無機化学ではこの機構を確かめるために単純な反応で研究が行われており、その一つに以下のような RU のアクア錯体と RU のオキソ錯体の均等化反応がある。 二類分ニしす、二類ニにしす、二類ニプスットは、電気化学反応によって引き起こされることも多い。この場合、酸化は脱プロトン化、還元はプロトン化に相当する、スクエアスキームは、プスットと,と通常の電子移動、プロトン移動の比較に用いられる。電子とプロトンの移動する軌道が異なることを示す、ことは比較的多いだが、それらが、 同時に起こっていることを示すのは難しい。一般的な多段階反応経路は、競争的経路よりもエネルギーが高い。プスットが起こっていることを示す。主な根拠は、多くの反応が、反応速度が多段階反応経路で予想されるよりも、早いことである。電子移動反応では、最初の酸化還元反応で、熱力学的な障壁がほとんど存在しない。同様に、 プロトン移動機構でも最初に起こる反応では、プロトンの脱離能を示すプコの障壁が小さい。しかし、これらが別々に起こっているとすると、最初の段階でこれらのエネルギー差を大きく超える、エネルギーが必要な反応が多く発見された。このため、エネルギーの低い第3の反応経路が存在すると推測され、考えられる経路として、競争的プスットが提唱された。 この意見の正しさは、速度論的同位体効果が、通常の反応より大きいことによって証明された。一般的にプスットが想定されるのは、ET 及び PT それぞれから考えられる、活性化エネルギーが競争反応のそれよりも高い場合である。いくつかの文献においては、プスットの定義が拡張され、多段階反応にも適用されている。このような定義のブレを避けるため、 プスットに代わる用語として、電子移動プロトン移動、電子プロトン移動、そして競争的プロトン電子移動などが提案されている。プロトンと電子の移動が同じ経路をたどる水素移動反応とも異なっている。プスットと,とハットは、両論的には類似しているが、ハットは、ラジカル経路をたどることが異なっている。1、ワインベルグ、DR ゴラーィ・ CJ ハル。 J. カイマーフィ、ー、C. カイケント、C.A. ウエストレイク、B. ポール、A.E.S.S.、D.H. マッカファティ、D.G. マイヤー、T.J. プロトンカプルドエレクトロントランスファー、ケン、レブ、二千十二、百十二、四千十六から四千九十三、ドイ、十点一零二一、C.R. 二十万百七十七 J。ありがとうございます。